こんにちは、トランスです。今回はタイのパタヤを攻略します。よく曲がる車を選び、最大レベルでないとクリアできません。カーブ内や直線でラインを変更する場面が多くあります。オーバーステアになるぐらいの気持ちでコインを拾いましょう。かなりの難コースなので、行き詰まったら先送りしてください。それではスタートです。コインを一つ取り逃がすぐらいならいけそうですね。あるいは苦手なところでアクセルを緩めても間に合いそうです。トランスは動画を撮影し、コインの数を数え、コーナーの出口のラインをイメージしました。手探りで攻略するとどこまでスピードを落とせるのかわからず、トライする回数ばかりが増えました。皆さんはトランスの動画を参考にして13秒を切ってみてください。いかがでしたか？次回はタイのリペ島を攻略します。ではさようなら。